皆様大変長くお待たせいたしました。それでは第2部に移りたいと思います。第2部は社会に貢献する技術とはということで、3人の先生方に定談方式でお話をいただこうと思っております。それでは先生方にご入場いただきますが、まずモデレーターをお務めいただく元早稲田大学総長白井先生です。白井先生、どうぞ拍手を持ってお迎えください。続きまして、東北大学名誉教授の岩崎先生です。そして先ほどご講演をいただきました佐川先生です。それでは、モデレーターを務めいただきます白井先生に、マイクをお渡ししております。どうぞよろしくお願いいたします。紹介いただきました白井と申します。この、ジャパンプライズ日本国際賞というのを毎年、どんな方向性で今年は、どういう方に応募してほしいというか、どんな方ことが今重要かというようなことで、VR ベースのその検討をする何かでございます。そこは私ちょっと担当させていただいているという、理由で今日来られたということをお伝えさせてもらいます。ジャパンプライズで、先ほどありましたけれども、1985年に、松下幸之助さんの、バッカルということで、これは国ももちろんそれに参加してですね、順調に運営が続けられて、皆さんよくご存知のそのノーベル賞というのが、あるわけですけれども、あれはあれでいろんな分野の、まさに人類の英知に貢献した人ということで選ばれているわけですが、日本国際賞というのは、先ほど佐川先生のお話がありましたけれども、科学技術で社会に貢献する、とりわけ日本が、戦後ですね、科学技術というものをもとにして見事なこの発展を遂げた。そうすると、それを、いろんな意味で継承するということもあるし、それから世界に向かって科学技術の重要さ、それが社会にどういうふうに貢献するかということを身をもって示したといいましょうかね、そういうこともあるし、それから平和国家としての日本ということの主張もある、そういうことを、目指した、日本独自の賞としてこれが設定されて、今今日まで及んでいるというわけだというふうに思います。そういう意味では少しノーベル賞とは性質の違った、賞として、これまで受賞者の、お名前等々をですね見ていただくとご理解いただけるんではないかと思いますけど、日本の主張というものを、こういう検証によって表しているんだと、そういうことをご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います。前置きはいいということにして、岩崎先生、それから佐川先生、両博士の、これはご両人とも大変立派な業績、格別な業績ということですけれども、岩崎先生のちょっとだいぶ大先輩だし私よりも先輩でございます。それで私が真ん中ぐらいにいて、佐川さんがその一番、3人とも結構年ですが、しかし、すみません、一番若いということになりますけども、これからですね、この3人で、というか、この2人にですね、いろいろな話を、伺ってみたいというふうに思うわけですが、今、佐川さんのまさに熱のこもったですね、メッセージといいましょうか、そういうことを込めたお話が伺えたわけですけれども、これ一つ、やっぱり、岩崎先生のですね、垂直地域記録方式というのは、これはまた世界を本当に、なんて言いましょうね、リードしたというか、世界の地域記録方式に革命をもたらしたという素晴らしい技術ですけれども、これがどんなふうにして、生まれたのか、もちろんその技術の内容も若干お話しいただけるかもしれませんけれども、それはどういう、これ、私も若干専門近くないんですが、橋のちょっと遠くの方で、伺ってきた人間です。
種の執念といいましょうかね、そういうことによって実現したものすごく難しい技術だったんですね、まあ、そういう話をですねちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介いただきました岩崎でございます。今年齢の話がちょっと出ました。私の最年長で白井先生、佐賀博士と、そういう順序になると思います。で、まあ、そういうことで佐賀博士博士のような非常に迫力のある話はもうできない年になって、しかし、まあ、結果をですね一応お話ししておいた方がいいと思いましたので、あえて京都の前になる、よろしくお願いいたします。20分ほど私の仕事の話をいたします。でむしろその発明の内容そのものよりはですね、今どう使われているんだろうかと、皆さんお使いになっているわけですから、その様子を全体として眺めてみたいというふうに思います。で最初のスライドをお願いいたします。これはですね、赤い、これは垂直のハンディスクが使われている様子、それからこの透明のが将来の予測であります。縦軸が奥で表す台数、ちょうど2006年からですね始まって急速に普及したというこういう状況でございます。6億台、7億台という数字がですね簡単に出てくる。例えば今携帯電話はどのくらいに世界に出ているかと調べてみますと15億台、その半分くらいがハンディスク、これは大変すごい数字だと思います。それからもう一つはこの急速に普及しているわけですけど、その速さですね、これはやはり社会が要求しているんだなと、それは本当に考えます。社会がまあ追いついたというのか、社会に先んじてこういう考え方があって、それがこういうふうに使われている、そういうことでございます。なぜこんなに使われるのかということをですね、私も何度調べてみました。次のスライドお願いします。これ中心にはハードレスが書いてございます。でこれがですねメディカルの分野、最近お医者さんが大変パソコンに向かって一生懸命診察している、そういう状況でありますけども、それがまさにメディカルの分野でハードスクリーン非常に使われている。それからこちらもそのインターネットの中心にありますデータセンター、これも支えているのがハードスクリーンである。それからセキュリティ、あるいは出版放送ですね、あるいはホームで娯楽、それからモバイルということで、こういう使われ方が結局はこの非常に大きい多い生産台数を生み出しているんだなということでございます。でなぜこれがこういうことができる、使われるようになったかと、それと結局はハードディスクがですね非常に高密の記録ができるようになって、それが大きな情報量を蓄えることができるようになった、いわゆる高密度の記録、これが実記録の大変大きなメリットでありますけれども、そこでこの状況が生まれてきたということでございます。で私この仕事をですね東部大学で随分長いことやっておりました。次のスライドお願いします。仕事の始まりが皆さんお使いになっているかもしれませんけれども、メタルテープという昔、今から40年ほど前に使われている、この発明がこの若い時の私の仕事でございます。で先ほど佐賀先生の話で大変磁石の深い話がありましたけれども、このメタルテープ1958年の発明で、で当時のテープに比べてはるかにエネルギー積の高い材料を使う、これを薄く塗るということでメタルテープを発明したわけでありますけれども、これが私の恩師の命令でやった仕事、左側の小さな写真に載っておりますけど、長井健三博士、これは日本のテープレコーダーの草分けの先生であります。で私が その時ちょうど30歳そこそこの助教授で仕事をしておりました。こういうものを集めで、これが10年くらい経ってですね大変使われるようになったと思います。ここにおいでの方もあるようお使いになった方がいるんじゃないかと。で、大変ハイファイのテープだと非常にいい音楽に聞こえてくるということで、割合くらい使われたと実用になりました。しかし、すぐ実用にならなくて、やはり十数年かかって
って長年使われるようになったと思いたします。でその結果がですね、例えば次のスライドお願いします。メタルテープを使ったビデオテープレコーダー、これは皆さんあれをお使いになったかもしれない。1980年代ですね、小型のビデオカメラマスク。で、これはメタルテープが記録ビットが高くできるというベースをことをベースにしてですね、こういう小型化ができるようになった。これがメタルテープ、実は私持ってまいりましたが、ここに実物がございます。ちょっと大変懐かしいテープでありますけども、これがカセットのテープで、1970年代後から80年使われた。これからお話ししようとするのが、まさにハードディスク、垂直のハードディスクで、ちょうど同じ大きさなんですね。で、同じ重さであります。次のスライドをご覧になっていただきますと、左側にカセットのメタルテープ、これ1980年代の初期、640メガバイトが入っております。で、右側は垂直の記録のハードディスク、これにディスクの直径が 2.5 インチでありますけれども、500ギガバイトで、だいたい700-800 倍の容量で、左側のカセットテープが当時の酸化鉄テープに比べて、まあ、4倍くらいの性能を持ってた、こういう流れでございます。で、結局ですね、メタルテープというのは先ほどの磁石、強い磁石をテープに使ったということで始まったわけでありますけれども、これは材料の改良であったと。で、まあ、それで実現したわけなんですけれども、垂直記録のハードディスクの方は原理を変えてしまった。で、それでこういうことを実現したということであります。次のスライドお願いします。発明の動機は、まあ、抜きにしてですね、なぜこうなるかということをちょっとお話してで、長手、従来の長手記録というのは上の図面であります。で、1ビットの信号がですね、一つの磁石の方向で決まる。それが記録していくことによって方向の違った磁石が並んでいく。これが従来のこのメタルテープもそうであるんですけれども、そうしますと、右側のサンプルを取り出しますとですね、2つの磁石を並べていく。そうするとどうしてもこれは N と N、あるいは S と S、これが付き合ってしまうと反発しますよね。で、これはどうしても避けることのできない記録の原理である。それに対して垂直の記録、これは、まあ、仮想発想のもとで考えられた結果でありますけれども、垂直に並べてみたらどうなるかと、と下の垂直時記録の原理である。これはお互いの磁石がですね、上向き下向き互いに高温にならない、これはそれだけの信号になっているわけですね。それで、そういうふうにしますと、上に比べてこれは必ずお互いに吸着力が働きます。上は反発力が働く、吸引力の世界の記録と反発力の世界の記録、これ2つにはっきり分かれる。これが垂直記録という原理が大変有効に働く理由であったということになります。次のスライドお願いします。で、それを実際に実現するためにはですね、左側の磁石の記録ですね、これは従来の長手型の記録で、テープの上で磁石が必ずこう付き合うように並んでいる。それに対して右側の垂直時記録、これは上向き下向きの磁石が交互に並ぶようになる。お互いに吸引力が当たる。で、これは高密度を自然に磁石が吸着していくという原理そのものでありますね。それで、これが垂直記録の高密度化の理由、結局はそれに尽きるわけです。で、次のスライドお願いします。これが1980年代と、それから現在の垂直のハードディスク、これを比べたものであります。左側が垂直型のディスク、右側が1980年代で、この2つのディスクを比べてみますと、
当時これは1980年の最新鋭の機械でディスクでありました。で下に容量が書いてありますけれども、メモリーの容量右側がですねコンマ3ギガバイトであります。それに対して左側の垂直ディスク、これは300ギガバイト1000倍になってますね。それから右側の消費電力を考えています。そうすると消費電力は1980年代このものでは約600ワットであった。今消費電力はコンマ4ワットまでした。ですから1500分の1になると。で重さ非常に違いますね。まあこういうことで、まあ、小型化することによって消費電力も減る、メモリーも増える。普通の小型化というのはですね、なかなかメモリー容量を増やすまでにいかないんですけれども、この小型化はまさに革新的に変えている。コンマ3が300ギガなのですから1000倍。こういうふうにもともと矛盾した、それで後で値段が出てまいりますけど、これものすごく違うんですね。こういうことが一緒に起こったのが垂直のハードディスクであったと今になってはね、そういうことです。例えば次のスライド、これで右側がですね、右年代、縦軸が記録の密度であります。1平方インチあたり何ビット入ったかと。で、年代記録、時期記録方式とかですね、この青色の線でまとめてあります。で、1980年代、そろそろ円管が来たなということで、従来の後の方式に大変苦労したわけでありますけれども、その後青色の線はですね、さらに伸びている。で再生のヘッドを変えれば伸びると。でその後 GMR ヘッド、再生ヘッドのですね、巨大磁気抵抗効果を使ったヘッド、これを使えばさらに伸びるということで、これは2007年のノーベル賞をもらったフェルさんという方との仕事になるわけでありますけれども、こういう形で伸びることができるということが、しかしその後、記録の問題でつまずいてしまうということであります。で、垂直記録の研究は、この垂直発足、これ1970年で、で、その停戦で、まあ、いろんな実験を行っていたわけでありますけれども、これがまさに2000年代になって、その実力を発揮するようになったということであります。で、次のスライドです。ちょっと、元に戻してください。ちょうどこの1980年代からですね、90年代、2000年代、この中間がですね、大変垂直記録の研究に苦労した時代であります。で、これだけ従来型が伸びてるんだから垂直記録の研究いらないんじゃないかと言われた時期が、いわゆる死の感じといういわゆる時期ですね、こういう時期があったということを申し上げておきたい。で、しかしながら結局は再生をいかに良くしてもですね、それ記録ができていなければ伸びないということで限界が出てきたということであります。次のスライドお願いします。それで例えばある人がですね、パソコンを使ってハードディスクを書いて、これで見ますと左側の爪、軸は購入の金額であります。で横、右側は記録の容量であります。で、例えば1985年代見ますと30メガバイト程度の記録容量で20万円でした。こういうのをたくさんお買いになった方がおられたんです。それが1990年代以降ですね、急速に下がります。同時に GMR ヘッドを使ったために記録密度が伸びて、まあ、19ギガバイトで2万。それが現在は、その2010年、2012年、テラバイトですね、2テラバイト。こういう値で、皆さん、大変安くお買いになっている。その値段によく払われております。次のスライドお願いします。それで結局はですね、こういう事態が来たんだと。で、インターネットが入ってますと、これはまさに大容量の
ファンです。これを使って成り立っているわけであります。で、今、世界の年間の総情報量、これは数百エクサバイト、10の2乗の桁で、20乗の桁であります。で、その 90% ほどがハードディスクに入っていると。で、例えば Google のデータセンター、オレゴン州のエアコンのトレーニングありますけども、こういう巨大な施設。データセンターの内部を見ますと、これはハードディスクが数十万だけ、ここに収められていて、これにデータのやり取りをしているということであります。で、もしこれをですね、今考えています。水平記録のままだったらば、こういうものがやっぱりできなかったんですね。例えば、記録容量は100分の1だと。それから使用電力消費量が100倍だった、1000倍だったというふうにしますと、この右のようなデータセンター、これは当然その記録は建設できなかった。そういうことで、ちょうど時代が追いついてきたんだなという実感を私にいたします。次のスライドお願いします。改めて、これだけのものが作られる理由がですね、よくわかる。です。おまけにわずか3年くらいの間に全体が垂直になってしまった、こういうことであります。で、私たちの社会生活がこれで支えられてるんだなということを改めて考え、次のスライドお願いします。それで改めて考えていく垂直記録の意義を考えてみますと、初めてテラという数字が我々の生活の中に入ってきた。10テラもこの中に入ってきそうである。それから私たちの身の回りを考えてもですね、非常に身近なパソコン、あるいはテレビ、非常に進化してますよね。記録が非常に楽になったし、それからパソコンの容量が桁、記録容量が桁違いか。それから3番目に、先ほどのインターネット、いわゆるクラウドコンピューティング、垂直の超大容量メモリーが5200に立っている。で、今も先ほど申し上げましたけれども、全世界の情報量、数百エクサバイト、90% まずハードディスクに入っている。情報社会がこれで支えられていると言ってはいいんじゃないかろう。で、今改めてその先ほどちょっとお話ししましたけれども、なかったらばという。ちょっと推定記録だと読むことは持たないんですね。これだけの経済生活はできないだろうと。ということを考えると、やはり必要不可欠なことだったのかなと、今になって改めて考えます。次のスライドお願いします。で、この前の大震災、たくさんの映像が撮れました。で、あれ、この映像を見てですね、人類は初めてその津波の映像を直接見た。世界中の人が見たという。で、これは人類始まって以来のことじゃないか。昔は当事者だけが犠牲者になった。で、これは世界中の人が数を見たという。まあそういう意味で、ある意味ではロゼッタストーンだったのかなと。映像記録に関してですね。そういうことを考えるわけで。次のスライドお願いします。まあそこまでで、一応垂直記録の現状をお話し。佐川先生の話のように垂直記録そのものの話はですね、あえて使われ方だけにお話を焦点を当ててお話したわけでございます。以上で私最初の紹介を終わります。それでは二方に、いろいろなことを伺ってまいりたいというふうに思うんですが、先ほど佐川さん、こういうことに至った、なんとした取り組みをね、そのことについて、だいぶ話していたんだけど、ちょっと時間が最後詰まってきたから、端折り気味だったんですけど、こういう発明、大発明発見というのがね、そういうものに至るところでの苦労、それから、そこでどんなものがこう得られたかっていうところで、だいぶお話いただいたんだけれども、改めて、そこのところを一つ
う一回ちょっと繰り返していただいて、で岩崎先生は周りに今の創生費の中身についてご説明をいただいたんだけども、実は、岩崎先生もものすごいこの中に、まあ、情熱を込めていろんなことをされてご苦労があったので、まあ、そこのところについてもちょっと少しお話をいただければと思うんです。まず順番から行く、まず佐賀さんから何か、そういうところもう一回、まあ、またちょっと繰り返しになるかもしれないけれども、どうぞ。まあ、研究を、ね、発明発見をこうやっていく、まあ、喜びということももちろんあるけれども、当然このいろんな壁を使ったりとかで、ね、いろんな苦労があるじゃないですか、そういう中で、まあ、その基礎は先ほど東北やったんだ、まあ、そこでは必ずしもすごくプロダクティブなくて、苦労したんだという話だったけれども、まあ、もうちょっとその現実に今度は研究が進みましたよね。でその中でも、まあ、いろいろな、まあ、ご苦労、あるいはぶつかったところとか壁だったところとか、そういうところを解決する中で何を学んだかとか、もうちょっとこう、いくつかご披露いただければ。はい、そしたら先ほどご説明しましたように、一つの会社では できなくて、やめなさいと言われてですね、磁石を作っている会社に移ってやっとできたんですね。ですからそういう、まあ、それは苦労といえば苦労ですけれども、でも研究としては本当にうまくいった方だと思います。やはり大事なことはテーマを見つけるということですね。この社会が求めているものを早くキャッチしてですね、そしてしかもそこに誰もやったことがないアイデアがあったわけですよね。その2つがパッとあったときに、まあ、いい研究ができたんですね。ですからテーマを見つけるといい、社会が求めているものをいち早く見つけると、そしてしかも誰もやったことがないアイデア、テーマを見つけて技術を見つけて使ってもですね、もうみんなやり尽くしてるっていうところに行くとなかなかできないんですよね。それはもうみんなやってるんだからそこへ行ってもできないんですけども、誰もやってなかったんです。だから私のような、まあ、初心者だった時にかなり、まあ、できたというのはですね、その2つがうまく重なったからですね。社会にニーズがあったと、それから、誰もやってなかったと、ぴったりあったんですよね。ですから そうするとね、まあ確かに苦労しましたけども、苦労というか、そこはね、私アイデアマンなんですね。私いろいろアイデア出るんですね。それはね、後から気がついたんですけどね、大学の時は全然アイデア出なかったんですけどね、会社に入ったら結構いろんなアイデア出るんですね。今でもアイデア出ますよ、いろいろですからね、今でも研究やりなどとやりたいんです、ね、やろうとしてますけどね、アイデアがあったらやれると思います。ですからそんな苦労っていうようなことはあんまりなんかでもないですね。一つだけ伺いたいんだけど、富士通時代にはすでにその今日のところは思いついてこれやりたいと思っておられたっていう話なんだけれども、でも富士通ではなかなかそうそういうそれをどんどんまとめて機会が与えられたわけではないと、だけど、まあ、たまたまひょんなことで富士通を去るということに、まあ、なりましたよね、はい、でもまあ普通こう何て言うんでしょうか、富士通である程度の、まあ、仕事が一つはできたで、次自分のやりたいことがこうできるかできないかするちょっと分かんないけど、他にもいくらでも仕事はあるので、はい、でそこで辞めてまでそれをやるというふうに、まあ、その選択をされたっていうところはね、結構一つの運命の分かれ目もあるなと思うんだけども、そこはどうですか。ああ、そうですね、それは運命的なところがありますね。というのはね、もう一つの辞めた理由がありましてね、上司と全然うまくいかなかったんですね。で、私ね、誰か来
近しい社会メーカーにいる、まあ、寄生材料研究所長になっている人がいるんですけどね、あなたが研究成功したのは上司が悪かったことが良かったんだっていうですね。そういうことで、研究を続けたいと思ったんですね。会社にいるよりもですね。それではちょっと今度は岩崎先生にお伺いしたいんですが、まあ、大学ですと自分の好きなことをずっと一途にやるっていうことはある程度許されるとは思うんですが、それにしても、垂直っていうのをですね、まあ、先ほどのカーブでも見せていただきましたけど、結構長い間ものにはなってないんですよね。でそういう時に先生どういうふうにお考えになっていくのをずっと追求しておられましたか。長い間もなってないというのはですね、その前に私はメタルテープの仕事をしている。1958年、私が32歳、それはものになってるんですよね。そういうことに支えられてはいます。ですから初め全くものにならないのを30年間やってます。そう簡単なことじゃないんだけども、その前の成功体験はそれを延長しているんだということでね、決してその何もなしに突然出たんじゃない。結局推定記録の局面をやったということがね、垂直記録に結った理由、それがなければ、前がなければ後がない。ですから研究は続いているんですよね。それは結局は高密度の記録がなんだということにつながる。ですからその50年間以上私やってましたけども、それは結局は続いていたと、そういうことです。それともう一つはね、その最初のメタルテープがですね、結局は奈良先生が発明された材料をもう一度考え直してみたら違うと、それでメタルになっていた、磁石になっていた、そういうあれがあります。ですからそこで一つのステップがある。でそんな局面を考えていたら、結局これはね、あったことで行き詰まるよと。でそのためには原理を変えなきゃいけないというふうに思っていたんですね。そういうことですね。ですから物にならない期間というのじゃなくて、その前のそういう基盤ができていたと、世の中がそうさせてくれたんですよ。そうしたということです。逆に、すいません、よろしくお願いします。岩崎先生にお聞きしたいんですが、今日磁気ディスク装置が1980年代と現代のもので比較がありましたよね。で1980年代私富士通にいましたから、あの装置見てるんですね。でね、あの時によく垂直磁気記録なんていうアイデアが浮かんだなと思って、でね、私もずっと考えてですね、私今盛んに言ってることはニーズを見つけないといけない、社会が必要なこと。私ね、まさに岩崎先生は社会は今必要なんじゃなくて、その先に必要なものを見つけられたんだと思ってるんですね。それが結局メタルテープにあったね。メタルテープの局面を行きますとね、極端に薄くしなきゃいけない、極端に工事力を上げなきゃいけない、物質的な限界が来ると、それはね、違う。最後はゼロになりますよと、自分で考えなきゃいけない、そこなんです。これがその、ね、今の、ね、その時代がですね、どういう時代だったかというと、私は1977年に発売して、1976年というのはですね、皆さんご存知のベータと VHS、これが非常に大きなものをやってると。結局 VHS に決まったのが1976年になります。それと垂直記録を比べてご覧になってください。全然違う。その違うステップは最初のメタルテープを発明して、その局面を考えたからだと、そこにあるということです。メタルテープの極限っていう、まあ、そこの、まあ、技術でしょうか。すると、まあ、サラさんの場合は、まあ、スペアーツっていうものがあると思う、もちろんそれを利用するけれども、次はそれをやらせてなくさないといけない、まあ、そのところにこう来てる社会の要求っていうんですか、非常にこう似てると思うんだけど、とにかくこうブレイクしなきゃいけないっていう、
所記録というのを始めたときに、これは全く違うわけです。今のベイターとベイエチスですね、これ日本の非常に大きな才能になっている。それを潰していいのかと、うんと悩む、うんと、そういう心配までしてということです。はい、いや、面白いあのお便りの印象的なお話伺いましたけども、そうですね、ちょっとあの、まあ、なんかお話になりたいことあれば、時間もあれだからもったいないから、私がテーマ聞かなくてもいいんですけども、そうですね、あのスタッフさんはその後、まあ、研究機関でいろいろ企業でもやられて、でそれから、まあ、あの先生は、まあ、大学から続いてだけど非常にこう実用っていうことの今もお話しされたけど、あの産業のことを、まあ、相当考えなきゃいけないんです、そのじゃならない、もうそういった立場になって、そうするとその企業での研究っていうこと、ね、それから、まあ、あのいわゆるその研究機関での研究というので、まあ、どんな差を感じられますかね。まあ、ここ今日お若い研究者は、大学で今例えば特産一生懸命やってるとか、そういう方も多いと思うんだけども、どういうふうに何かメッセージがございますかね。企業の研究っていうのと大学における研究というものはどういうな違いがあって、どんな意味を感じになっているか。あ、はい、まあ企業での研究は何か製品の研究ですよね。製品の部品とか、まあ、製品の研究ですよね。そして製品っていうことは、まあ、何が必要かってはっきりしてるわけですよね。その研究をしているので、まあ、私はそれに合ってていろんなアイデアが出てくるんですね。でところがですね、やはりね、製品の研究をする場合でも基礎研究ってものすごく大事でですね、私今日もお話ししませんでしたけども、本当に基礎研究を私大事にしておりまして、基礎研究の会の先生方とですね、いつもお付き合いをしてですね、お話ししてるんですけど、一番久しくさせていただいて時期のことをいろいろ勉強させていただいたのはですね、半大元総長 の金森淳二郎先生という方なんですけどね、この13日に亡くなられたんですよね。で先生にね、本当に時期のことを教えていただいて、私深くですね、私自身は理論とかなんかはできないんですけれども、その先生から時期の理論をこう感覚的に教えていただいて、それが基本になって、いろんなことアイデアが出てくるんですね。ですから、まあ、製品の中から私勉強研究しますけれども、基礎的なことはすごく理解しようとしていつも努力しています。でそういう基礎研究のやっぱり大学の人たちは基礎研究をしていただきたいと思いますね。そして私たちは応用の側からいろいろこう、協力していくということでですね、それがマッチングすると素晴らしい製品ができてくると思うんですね。基礎研究はすごく大事だと思っています。与崎先生、何か企業の方の研究と、まあ、先生のされてきたご経験とどうでしょうか。いや、私ね、科学と技術という考え、ちょっとスライドをお願いします。ちょっと私考えたと、科学は地方に向かわせるか、技術はものづくりを通して作業をしてくれます。まあ、こんな考えです。私は30年前ですね、水素記録の会社で、これは科学だと思います。今は技術になって、技術は変化する、みんなのためになって、で科学技術の母よく言われるんですけれども、次の発想の基盤を作るのは科学の、技術は科学の主だ、まあ、これは私の最近考えている、ね、ただ会社の島と大変な島を見せる。企業はやっぱりそれなんか作って、まあ、もちろん利益を出さないといけないし、社会に直接役に立たないじゃ、まあ、しょうがないなと
ベースとしてはやっぱりマイケル君もあるじゃないですか、ね、この、まあ、順番っていうのは、まあかと言いながら実際の企業におられる研究者も、まあ、先ほどおっしゃったけど、ものすごく基礎科学っていうのに対して常に強い関心を持って、これを両方考えながら、やってるんだということはすごく大事だと思います、ね、はい、そうですね。まあ、さっきちょっと私お話を伺って、まあ、またさっきちょっと戻っちゃうかもしれないけれども、岩崎先生はその水泳からずっとやってきたことで技術的に、あるいは学問的にもずっとつながって別にこうやってきたことだっていきなり垂直だったというわけじゃないんだという話をされました。佐賀さんの場合も、直ちにこう今の新しい発明に行ったわけではなくて、その前にたまたま富士通でそういったその、何でしたかね、あの仕事にで、そこで磁石っていうものを初めて、まあ、初めてじゃないかもしれないけれども、そこに出会って徹底的に勉強した。だからこれもある種連続性があるわけですよね。で、それがなかったらやっぱりそれ やってないんですよね。まあだからまあその基礎研究とそれからそれの応用と、まあまあ振り合わせといっちゃうとそれ気になっちゃうけれども、一つの連続性の中にあってそれをとことん突き詰めていきながら新しいものをこう極めどんどん生み出していたというところがものすごくこうね一致してるなという、まあまあ印象を受けたんですけどね。Thank you.
しね、それをやっぱりやるためにはですね、歴史的なそういうことを調べるのが支えになる。それは重要ですね。で、私ね、戦闘シーンからですね、光ってしまいないマイクロファクトがあると発見した。これを言うと40年後は、傾きがないです。いや、そういう具体的なことを考えながら、あるいは現象、目の前の人間を考えながら、これもリーダーとしては必要な素質ですよね。実験だけじゃなくて、大丈夫だよって言うためには、それを考えながら。それで、最後に言いたいことはですね、若い人たちに、一番最後に、先ほどの佐野先生の話と同じなんですが、結論、まず先見性が必要ですよ。これ、視聴者の皆さん、自分の実験に行かないとダメだ。勇気が必要だ。それは役員活動で続かなさい。で、最初の評価は、社会の社会自身の機会。そういうことで、そう、僕は思ってます。それでね、結局、こういう仕事やってて、記録とても重要な、有名なんですね、目的が。だから、文化と文明というのに、16、18番だと思います。18番、まあ、文化と何だとよく考えこれは私とってよく考えようと思ったんですが、まあ、文化の空間的、時間的に広がる、まあ、文明でしょう。で、今6億台、7億台記憶のようになるんですね。それまさに文明、それはまさに数百エクサバイト。僕は記憶は初めてね、エクサバイトって考えて初めてなんですけど、そういう文明、そういう時代をですね、何て言った。これは皆さん、我々人類にとって初めてのことですね。そういう時代に来るんじゃないでしょうか。セリトルの話の話もね、そういうことを表現しますと、そうだね。だってよく僕は10年くらい前に学術会員で、この次のスライドに新聞名の道筋99循環に、創造展開と思う循環に、これは学術会議大変賛同を得ているんですというのがあるんです。それを文明まで広めるとこういうことになるんです。結論として次のスライドになりますけども、皆さんのお考えいただければ大変ありません。それで、要は科学と技術、これはよく貧困取れるのだと、これ一番大事です。一番としては、まあ、同志社大学の見学の精神、現実、それで、あえてそのキーワードを言えますと、最近考えたと思うんですけども、新文明の企業です、ね、21番これはまた世の中ビッグデータの時代、クラウドコンピューティングです。社会が変わる、だから京都の山中が好きな生態に関係してる人たちだから、
花さんのようなエネルギーの勝利エネルギー変わらないといけないんですよねどうですか。こういう意味で終わられるデザインみたい現地はそれを考えなきゃいけないということをね申し上げておきたいです。ありがとうございました。もう大変この、対談の結論みたいなものをおまとめいただいたので本当にありがとうございます。いずれにしてもですね、お二方が、まさかのですね、社会のために、まあ、実際、作られたものがですね、今やその、まあ、電気自動車とか、そういうものにこれから世界中で使われている。まさにそのビッグデータなんて言われますけども、そういう時代を可能にしたという意味でも、ものすごくインパクトが大きい、地球全体にインパクトが大きいお仕事をね、お二人がなされたというふうに思います。申し訳ないけど、先生がおっしゃったように、社会はもう大きく変わろうとしてるんですね、今ね。今全然ね、これだけ大きな情報をみんなが共有して、大きく変わろうとしてるし、エネルギーも変わらないといけないし、大きく変わろうとしてる時ですよね。大きく変わろうとしてる時は、ね、その変える方向をどんどん引っ張っていく人も必要かもしれませんが、私その引っ張っていく人誰かいるとしてですね、その中で非常に敏感に先を見て、何回も言いますけど、社会のニーズを先取りしないといけないなと思いますね。それが非常に大事な時代だと思います。まあ、佐川さんの思いは、まあちょっとお二方のその時期に関係した、ね、情報、あるいはまあ移動手段っていうことかもしれません。移動手段だけではないけど、まあ、省エネも持つのに関係してるけども、もう一つ環境エネルギー分野でもっとすごい技術がもう一個出るといいなっていう、ね、そういう感じをちょっと。期待します。まあ、若い方はぜひそういう、まあ、その年じゃなくても構わないけど、ぜひ次の新しい、まさに文明につながっていくような、技術をですね、科学から基礎にして生んでいくんだと、それが、まあ、こういうお二方の例を、お聞きすると我々にとって可能だと、もちろん日本人じゃなくてもいいんだけど、まあ、とにかく人類にとって可能であると、でそれは永遠にこう回り続けているものなんだっていう、まあ、今おっしゃった、まさにそうなんだ、決して先がなくなってしまったんじゃないということが、まあ、非常に今日伺って、まあ、感激しましたけど、我々にも見るもう未来がどんどん開けてるっていうよりは我々自然の中にこうぐるぐる回ってるんで、まあ、そういうことを非常に感じました。一応時間がこう、そろそろ予定した、時間になりました。そうですね、私だけ伺っててなんかちょっと申し訳ないんだけど、もしここで絶対に私はこういうことを発言してみたいとか聞いてみたいとか、特に若い方で何かありましたら一つだけでもお伺いしようかと思いますけど、いかがですか。特にありませんか。あんまり感激しちゃっても声も出ないと完全に打ちのめされたという状態かもしれませんけれども、まさにこういうお二方の科学に目指してそして本当に社会に役に立つ技術というものを生まれた方、こういう方を、まあ、日本国際賞としては今後も、いろいろな形で、まあ、検証されていくでしょうかね、やっていきたい。またそれから今日はこの京都というところでやらせていただいたんだけれども、京都っていうのは本当にユニークな、まあ、さんさんに象徴されるなというふうに今日伺って思いました。この企業というのは本当に独自性の高い、これをしぶとくやるというかそういう企業がまあ大変多いんですけれども、やっぱり伝統なんでしょうか、京都というのはまた古いお寺さんと、神社と、まあ、そういうことじゃなくて、新しい、しかもそれを長い期間をかけて必ず達成していくんだって、まあ、そういう、企業はたくさんあるんですけれども、まあ、この伝統を感じたし、もう一つは東北大
これはやっぱりすごい伝統が両方ある、まあ、お二方に根付いているということもまた、ここで感謝を申し上げなきゃいけないのかなというふうにも思いました。ちょっと時間が限られてて皆さんもったいないというふうに思われるかもしれませんけど、一応時間ですので、これで今日の練習の、おしまいというふうにさせていただきます。今日はご来場ありがとうございました。